こんにちは。今日の切り抜きニュースは、ちょっとビッグスポンサーのことについて、なんかネット上ではビッグスポンサーが離れていったみたいなこと言われてるんですけど、昨日も一緒にお酒飲んでます。で、ビッグスポンサーの存在っていうのは根本から説明したら皆さんもう間違いないと思うので、根本から説明しますと、昨年の11月ぐらいに私とビッグスポンサーの方と村岡先生と、もう一人別の方と4人で、お酒飯食いながら話しましたと。で、そのビッグスポンサーの方に、国会議員、参議院になってちょっと日本変えませんかという話をしたところ、私が国会議員になれるんですかという話になって、いやいや、10億円くらい出してくれれば、今 DJ 社長っていう人がいるので、彼に選挙出てもらう話をしているので、彼10億円借金があるから、10億円出してくれれば DJ 社長が立候補してくれると思うので、そうすると一時期は取れるから、もし取れたら10億円くださいと、それを DJ 社長に渡しますっていうことで、で DJ 社長にすぐ連絡を取ったところ、 DJ 社長がアーティストとしてやっていくので選挙に出る話はちょっと待ってくださいっていうことになったんで、この話が一旦止まりましたということですね。で、僕はそのビッグスポンサーさんがぜひとも国会議員になりたいと思ってると思って、いろんな、今一人の人票を取るっていうのは非常に厳しい、ガーシーみたいなインパクトがある人とかなかなかいないので、それで何人かの候補者を立てて 2% 持っていこうとしたんですけども、そうすると一人600万円の供託金が必要なんですね。かつそのインフルエンサーとしたら通るかどうかわからない選挙だと前金で欲しいと、ガーシーの時も前金で5000万ぐらい払ってるんですよね。そうするとビッグスポンサーにそれを話をしたら、僕は当選したら10億出すとは言ったけども、当選するかどうかわからない状態でお金を出すことはそれは1円もしたくないと、それははっきりおっしゃいました。それ田島さん、それ約束そうじゃないじゃないですか。当選したら10億でしょ。だから当選する前にお金を出して、それで取りっぱぐれたらたまらんからっていう話になったんで、よくわかりましたと。それでも逆に言うと、当選をしてですね、議席をそのまま、そのビッグスポンサーが確保すればそのまま10億円入ってくるっていうことにもなるんですよ。で、ですからちょっとそこについては今どうやって来年その議席を確保しようか、もちろん浜田君の問題もあるのでね、だから浜田君が当選してそのビッグスポンサーが2位にいてっていうぐらいが一番理想かなと正直思ってます。で、もしその衆議院でうまく浜田君が辞めて衆議院で議席取れるぐらいの力があれば、浜田君と入れ替わりでその10億円と交換で浜田君に辞めてもらって衆議院移行してもらうみたいなことを今頭の中で考えてます。もう来年国政政党に返り咲く、あるいは衆議院選挙までに5人の国会議員を集めるっていうことを今必死に考えてるっていう状態です。ビッグスポンサーの話はよくわかりましたが、少し心配です。私は浜田聡議員で 2% 取れるように頑張るべきだと思います。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を